伊丹淳は日本の建築家、画家、在日韓国人2世で本名は東流。伊丹淳の名は生まれて初めて韓国行きの飛行機に乗った伊丹空港の伊丹と親しく交流していた朝鮮出身の作詞、作曲家、歌手であった吉谷淳の淳と合わせて作ったものである。性の漢字が常用漢字として認められていなかったためもあるという。 東京都出身。1964年、武蔵工業大学工学部建築学科卒業。1968年に、伊丹淳建築研究所設立。2007年から2008年まで、日本民芸館運営委員。2009年から、チェジュ国際英語教育都市開発事業のマスターアーキテクトに就任。代表作にズソンミュージアム。 ウィンドミュージアム、ストーンミュージアム、ウォーターミュージアム、ゲストハウスポドホテル、ピンクス、パブリックゴルフクラブハウスザキンタナエバなど、その地である大韓民国では、チェジュ島のプロジェクトなどを手掛けた。主な展覧会に、2003年、伊丹純建築店パリ、国立メ東洋美術館、2004年、伊丹純建築店ベルリン、エデスイーストアーキテクチャーフォーラムなどがある。 2009年には、ニューヨークグッケンハイム美術館に招待作家として、招生された。2011年6月26日、脳出血のため、東京都内の病院で死去。74歳没。AB インターネットミュージアム、建築家の伊丹淳さんが死去。低姿勢の建築美学。donga.com。東亜日報。2019年11月13日閲覧。 AB、コラム、造物種と建築種、そして伊丹淳、淳具エレボー、中央日報、2019年11月13日閲覧。人名用漢字、外国人が日本国籍を取得する場合のせいにもこの文字の政権が適用されていたが、2008年12月8日の国籍法改正に高応した民事局長通達によりこの制限は緩和され、 後期時点の政治や国示も状況次第で使用可能となった。2008年12月31日以前は、ダジリ、小沢、ヤブヤ、サイ、京、長、陰といった常用漢字や人名用漢字にない漢字を含む名字にすることはできなかったが、現在はこの制限はなくなっている。なお、この漢字制限が明確に完全撤廃されたのは、 2012年7月9日、施行の新しい在留管理制度開始からである。ありがとうございます。